まあちょっと350キロレースの不安要素を僕個人的にまとめたので、ちょっと今回のね、まあある350キロレースはちょっと僕は不安要素というか、まあ不安なんですよね、ちょっと。まあ面白いレースになるのかっていうのが、なんかこう面白みができそうな要素があまり見当たらないんですよね、今回の350キロレース。まあ、まず、まあ、今回ワンストップなんですよね、レースは。これ、メディアとかで正式にいまだに発表されてないですけど、そう、350キロレースなんで、まあ、77周ですね、富士だと77周で、まあ、ワンストップで走り切れる距離なんですよ、500だとしても。500は、まあ、大体燃費走行すれば、まあ、42、3周はいけるはずなんですよね。超ギリギリですけど。過去にまあ ARTA とかは100周のレースで20、40、40分けとかしてたんで、そう、40ちょっとぐらいはいけるはずなんですよ。なんでまあワンストップでいけるんですけど、そう、今回多分2ストップの方が戦略は分かれて面白かったと思うんですよね。まあ2ストップにすれば、まあ要するにそのスプラッシュだけのピットと、タイヤ交換、ドライバー交代をするフルサービスのピット作業を分けることができたんですよ、各チームが。で、まあ、そのスプラッシュを序盤に持ってくるか終盤に持ってくるか、逆にそのフルサービスを終わった直後にやるのか、フルサービスをやる直前にやるのかみたいな、そういうまあごちゃごちゃが起きて面白かったかなって思うんですよ。なんで、まあ、今回のワンストップの決断はいまいちだったかなっていう。で、逆にワンストップにするんだったら、多分400キロレースにした方が面白かったと思うんですよ。400キロレースにすると、まあ、要するに80プラス何周になるわけなんで、逆にもしかしたら、チームの考え方によっては、もしかしたらワンストップで届かないかもしれないし、ワンストップで届かせたとしても、給油のスプラッシュを入れた方が早いかもしれないっていう考えるチームが出てくると思うんで、多分そっちの方が面白かったんじゃないかなと思いますね。ね、ワンストップで行くチームは、だって400キロを分けるわけですから、200キロ、200キロってタイヤで走らないといけないですよ。逆に2ストップやるチームとかは、まあ燃料に余裕があって、まあタイヤも片方だけ変えたりとか、ね、みたいなこともできて。なんで、まあ1ストップにするなら400キロ、350キロなら2ストップ義務にしての方が、戦略が分かれたりして面白かったんじゃないかなと思うんですよね。で、逆になんで1ストップがダメって思うのが、そのこの下に書いてありますね。そう。開幕戦の岡山みたいに、タイヤと燃料マネジメントばかりにドライバーが気を使って、オーバーテイクの機会とかが減ってしまうような気がするんですよね。当たり前ですけど、まあ、オーバーテイクに行ったり、勝負を仕掛けに行ったり、バトルをするってことは、まあ、タイヤももっと使うし、燃料ももちろん使いますね。で、まあ、車の負担ももちろん良くないんですよ。後ろのダーティエアを受けたりして、ね、走ってるわけなんで。これ。ねえ、まあ、しかも、結構、30、まあ、半分に分けたとしても、まあ、39周、38周とかなんで、そう、結構、燃料マネジメント必要なはずなんですよね。で、当たり前ですが、燃料マネジメントってどうやってやるかっていうと、ブレーキングの手前で、まあ、リフト&コーストって言いますね。まあ、要するに、ブレーキング本来なら、この、もうちょっと、100メートル間板ぐらいのところでブレーキングするんだけど、まあ、200メートル間板ぐらいのところから、アクセルを抜いて、まあ、ニュートラルみたいな状態で、まあ、要するに空気抵抗で、まあ、車を止めるようなブレーキングをするんですね。そうすると、まあ、アクセルを踏んでる時間が短くて、さらにタイムロスも短くつながるっていう、まあ、そういう方法なんですけど、そう、これだって、まあ当たり前ですけど、レイトブレーキングはオーバーテイクには絶対必要なわけですよ。 前の車がミスとかしない限り、ね、300とかに詰まったりしない限り、基本的にレイトブレーキングで、まあ順位の変動ってのは起きるんで、そう、毎週リフト&コーストしないといけないようなレースだと、当たり前ですが、まあそのレイトブレーキングができる機会ももちろん減りますし、ね、回数も減ってしまうわけですよ。だってそれでやったら、ガス欠になって負けちゃうわけですから。なので、もう、これもなーという。だから400キロレースの2ストップとか、ね、にすればよかったんじゃないって思うんですよ。
そして最後ですね、BS の優先化加速、もうそのままです。はい。そう。もしですね、まあ、350キロレースで2ストップをやったら、多分僕の考え的には勝ち目はほぼゼロだと思います。まあ、セーフティーか FC1 のタイミングとかを利用したりとか、ね、そういったことが起きない限り、2ストップは、今の GT だとかなり不利です。まあ、タイヤのその垂れとか落ちがすごく激しいのであれば、まだわかるんですが、うん、まず富士はですね、ストレートが長い分ピットレーンを通るだけでもすごく時間がかかるんですね。でさらにピットで、まあ、タイヤ交換なんてなるとメカニックが2人しかいないわけですから、タイヤ交換も、まあ、基本的に、そうですね、タイヤ1本変えるだけでも6秒って計算して、まあ、最速で、まあ、12秒で、まあ、送り出せたとしても、まあ、ピットレーンだいたい40秒で52秒失うわけですよ、この時点で。でタイヤウォーマーもないので、まあ、そこからプラス何十秒ロスするわけなんですね。まあ勝ち目がないんですよ、本当に。本当に勝ち目がなくてですね。で、じゃあ無交換でやったらって、まあ意味がないわけですし、二輪交換だと多分そこまで効果は出ないわけですよ。なので本当にちょっと、そしてですね、当たり前ですが、ワンストップで行くってことは、まあ、普段の300キロレースの、3分の1、通過したあたりの、まあ、残りの周回数ありますね。そこの、まあ、それがまあ2回やらないといけないですよね。まあ、長いスティントっていうのを2回やらないといけないので、当たり前ですが、タイヤに耐久性の、ね、定評のあるブリヂストンが有利っていうのは、まあ変わらないわけですよ。さらに有利になりますね、なんなら。でもしそのブリヂストンさんがここで無交換もできますってなったら、横浜勢本当に太刀打ちできないと思います。横浜もダンロップもミシュランもね、よっぽどこの路面に合ってるタイヤを作ってこない限り、無交換には多分勝てないと思うので、そう。でしかもさらに夏場ですよ。夏場ってことはもっとタイヤの負担が増えますよね。でこの時期の GT っていうのはサクセスウェイトも積んでますから、そこでまたさらにタイヤの何て言うんですか、かかる負担も増えて、でさらに夏場に予選タイヤでスタートってなると、予選走ったそのタイヤで350キロの半分、まあ、40周ぐらい走らないといけないんですよ。いや、めっちゃきつくないと。めっちゃきつくないと。だって、普段の300キロレースの時点で、もうすでに悲鳴を上げているタイヤメーカーやチームがいるわけですよ。ね、前半のスティント持たないっつって、半分までいけないと。だから3分の1で入るしかないみたいなチームがいるのに、今度このレースで3分の1で入ると2ストップが確定しちゃうんですよね。最後まで届かないと。なんで本当にブリヂストンの有利な要素しかなくてですね、そう。まあ僕のね、まあ僕のまあただの考察ではありますが、ちょっと不安要素しかないですね、今回。でピットタイミングもそうなんですよ。ピットタイムもみんな同じタイミングになるんで、戦略性の幅もないんですよね。なんでどうかなと思いますね。あと言えばですね、今回の富士の350キロレースはですね、タイヤの持ち込みが6セットなんですよ。普段の、ね、300キロレースなら4セットなんですけど、今年から。そう、今回の350確か6セット持ち込めるんですよね。そのうち5セットをマーキングするっていう形なんですが、みたいな。なんかその何でしょうね、 GTA が今掲げてるそのタイヤセットを減らす方向性に関しても逆方向を行っちゃってるんですよね。だって6セット持ち込めるんだったら、6セット持ち込めて普段のワンストップのレースと変わんないんだったらね、意味ないじゃんって思うんですよ。本当に。だって普段の300キロレースで4セットにしてタイヤセット削減に成功してますっていうのを売りにしてるのに、ね、いつもの3時間レースとタイヤの持ち込みセット数が変わらないっていうのも、今 GT が掲げてるそのね、タイヤのセット数を減らしてますよ、カーボンニュートラルに貢献してますよっていうのにも、逆方向に走っちゃってるんで、うんっていう。なんでまあちょっと分かんないですけどね。
まあ実際にこれもこのレースもね、蓋を開けてみないとやっぱ、もうもしかしたらね、日曜日の夜に放送やってる頃にはレースめっちゃ面白かった、もう全部のレース350キロレースにしようって言ってるかもしれないです言ってるかもしれないですけどね、まあわかんないですが、ちょっと僕個人的にはちょっとなんか不安要素が多いなというね、そういったコーナーでした。はいそういったコーナーでございました。去年の350キロレースというか、まあ去年450キロですね、450キロレースは確か6セットだったはず。そう、去年は300キロレースがタイヤ5セットで持ち込みが、で450キロだと持ち込み6セットだったはずなんで、うん、確かそうだったはずです。なのでまあなのでまあね、どうなるかわからないですが、まあ蓋は開けてみたいと思いますね。ぜひ楽しみではあります。で、まあ300キロレースの話もしたんで、まあちょっと考えられる、まあ戦略、まあ戦略といってもまあ本当にね、幅が全然ないんですけど、まあそうですね、タイヤ序盤限界でまあ一番早く入れても33周目ぐらいかなと思います。77周なんでね、まあ300だったら30周ぐらいで入っても大丈夫かなと思います。まあこれはちょっと500基準で考えてもらって、ね、でまあこの入ったらまあ残り44周とかいう、ね、鬼のように長いスティントをいかないといけないんですが、でその逆のパターンですね、今度逆にその序盤引っ張ったらまあ終盤だいぶ落下できるよっていう、ただ予選も走ったタイヤで40何周引っ張れたら相当すごいと思いますね。でまあベーシックスプリット、ここも綺麗に半分割った感じですね。まあ綺麗に分けるならまあ39、38かね、2くらいになるんですが、まあ36ぐらいからピットウィンドウぐらいには入ってくるかなと思います。後半ちょっと長くなりますけどね、36で入っちゃうと。後半だけで41周かね。まあでもこのまああるとしたら、この半分きれいに分かれるのと、このちょっと早めに入るっていうまあ作戦しかないかなっていう。そう、面白く、そう本当に面白くないんですよ、言ってしまうとね。全然なんか面白みを感じなくないですかでここに逆に例えば2ストップが強制だった場合、そう、この例えばまあ5周でスプラッシュしちゃうとか、ここのスプリットのタイミングでもう一回入ってきてスプラッシュするとかね、いろいろと戦略が分かれるし、まあ、この辺でタイヤ変えるとか二輪逆変えるとかみたいなこともできますね。なのでまあでまあ2ストップ、もしねタイヤが持たないことを前提に2ストップで行くんだったら、まあこれぐらいかなと思います。要するに3分の1に分けても多分速くないと思うんですよね、そんなに。なのでまあここでまあスプラッシュ、まあ給油なりタイヤ交換なりしてニュータイヤに変えてみたいな、うーんって感じなんですが、なんかやっぱ面白みがないですよね、なんとなく見てもね。そうそう、それなんですよ、予選2回使ったタイヤでねファーストスティント引っ張れたらね、多分そのチームが勝ちます。うんそのチームが勝ちますよ、絶対。だって終盤残り30周ぐらいのタイミングでニュータイヤなんか入れられたら、多分周り抵抗できないですもん、多分絶対うん、だってそのタイミングで給油もするわけだから、燃料にも余裕があってタイヤにも余裕があってね、ガンガン飛ばし放題なわけですよ。でしかも夏場ですからね、はぁってなっちゃいますが、雨降ったらね、まあ、雨降ったらね、まあこの戦略はもう本当になかったことになって面白いことになるんですけどね、まあ晴れの前提だとほんまにおもろいレースになるんかこれというのはね、不安要素ありますね。だから今回の富士でね、まあ例えば雨が降って面白くなったとしても、今度次の鈴鹿ですよ。鈴鹿とかもっとオーバーテイクできる場所少ないですし、鈴鹿こそレイトブレーキングでしか抜けないようなサーキットなんで、鈴鹿こそマジパレードランで終わってしまっちゃうんじゃないかなっていうね、可能性ありますよ、全然。そう、
まあ というわけで、まあ、簡単なプレビューでございました。何か他ありますかね？他触れておきたいところあれば。